えー、皆さんがよくご存知のように1945年ね8月6日午前8時15分この中心地に1発の原子爆弾が炸裂をしましたその一日前5日の日に私は大きな軍需工場兵器を作る工場で一生懸命に えー、人間魚雷を作っておりました当時はもうね学校に行っても勉強ができないもうだん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 と敵機が日本の上空に現れるようになってきましただから朝朝礼が終わってもなかなか勉強ができません被覆症とか兵器症にもう、うん、ね その兵隊さんの服を縫う人もいない二十歳以上の男の人は全員兵隊さんで外地に行って残っているのはおじいちゃんおばあちゃんお母さん子どもたちばっかりですねですから私たちのような学生が後を守らなければいけないという状態になっておりました勉強は全然できませんそして 次々とやってくる飛行機のために校庭の隅々にはあっちこっちたくさんと防空壕が掘ってありましたそして警戒警報になると即座にもうみんな駆けて我先にと防空壕に入らなければ遅れた人たちは撃ち殺される。 というようよなな状態になってきましたそしてもう兵器も早く作らなければ間に合わないということで5日の日には徹夜作業となりましたでもね学校卒業式だけは勉強はしなかったけどもできなかったけども卒業式だけはしていただきましたですからみんな卒業したらもう自由なんだ と思っていたけどもみんな大きな軍需工場に配属されましたそして私は今東洋製艦というねカンカンですね、えー、缶詰のカンカンを作るというあの表向きはでも中身は全部兵器を作るそして、えー、人間魚雷ですねたった一人が乗って 家族の人たちに別れを告げてそして敵の軍艦に大きな穴を開け軍艦を沈めると同時に自分の命もその場で散っていくというねたった一人で乗っていくという人たちは中学校を卒業したばっかりのまだ今からが人生だというような人たちばっかりが。 戦争とは言いながらたくさんの人たちが命を散らしていきましたああ、嫌だな戦争なんかもうなんでこんな兵器を作らなきゃいけないんだ戦争なんかやめてしまえ心の奥底ではみんなそう思いましたでも日本が負けたらいけない一生懸命作らなければその日は突然と、うん、徹夜作業となりました 早く作らなければ間に合わないんだ。皆さん頑張ってください。と言われても晩ご飯もありません。食料は尽き果てて全部戦地戦場の方に行ってしまってもうお米もない、何にもないんですね。配給でもらったお米というのは真っ黒いようなお米で一升瓶の中に入れて。 の筒でトン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 ついてはまあまああらかじめ食べれるなというくらいになるそしてそれもご飯にはなりませんなるほどの量がないわけですねだから雑炊にしたりもうザブザブのお粥にしたりしてお腹がいつも空いたまんまそしてその日の夕方は 配給でもらった大豆をコロコロっといったのをね袋に入れて首からみんな吊り下げておりましたそしてその袋から大豆を出して5つ6つそれ以上食べると次がなくなるだから水を飲んでお腹をなんとかまあ持たすというねそんな状態で。 一生懸命にまた兵器を作っておりました。すると夜中近くになると連絡が入りました。私たちは女子停身隊という名前で入っておりました。女子停身隊の人たちだけは今から仕事を辞めて家に帰って6日の日はねゆっくりと休んでください。どういうこと間に合わんからといって。 突然徹夜作業になったのに今から家に帰ってもいいかはゆっくり休めどういう意味なのか私たちには理解ができませんでした後になって分かりましたがもうすでに日本にはその当時私たちが作るその兵器の材料さえももう日本にはなかったもうすでに負け の状態に入っていたんですねでもそんなこと私たちは分かりませんおかしいななんでと思いながらまあ、帰れと言われるんだからいるわけにはいかないねじゃあみんな早く帰ろう帰ろうと言って外に出て一番に空を見ました6日の朝早く綺麗な空でしたねもう本当真っ青でまだ星が輝いていました わ今日は暑くなりそうなねせっかくのお休みをいただいたんだからどっかに行きたいねうん行こう行こう宮島に行こう海水浴に行こう私を含めて3人は仲良しでしたよしじゃあ行こう行こうと言ってその当時宮島行きの電車は今の西区の濃井駅ですね濃井駅からでないと。 宮島行きの電車が出なかったのだから小井駅に再度家に帰ってそして集まろう、うん、じゃあ8時10分までに集まろうね10分より遅れたら電車がねないかわからないからねまあせめて8時15分には小井駅に集まろう、うん、そうしよう3人は、まあ、それぞれ家に帰りましたまだ夜が明けていないのでね で家の用事とと言ってももね何にもすることがない食べ物が何にもないんだからねお掃除も何にもせんでもきれいな茶の間の方にも何にもないのねただあるのはお水が出るだけ、まあ、お水があったことは助かりましたけどねそうして「うん早く行かなきゃいけないな8時15分に集まろうと言ったんだから」と言って柱時計どけ見ました。あ もう8時10分になってるわ「いやーしまった早く行かなければいけないんだ」とう玄関に立ちましたポケットから小さな手鏡を出して顔を見ましたまあ17歳の、まあ、当時の言葉で言えばね、まあ、乙女というねまあかわいらしいね <laughs> 17歳の乙女の顔もねまあまあ綺麗なね と思いながらもう一回鏡を出してみましたとその時ピカーンとうわー目がくらんで何にも見えんよどうしようかそれっきり何にもわからなくなりました何分か経ったんでしょうかねはっと気がついたあ 私は何でこんなところに倒れてるん家の裏の方がずっとね40メートル四角ぐらいのところに近所のおじいちゃんがさつまいも植えていたその畑の中にね倒れていたああと思って空を見たいやー恐ろしいね今まで見たこともないね後ろにね ありますけどももうねものすごいねもう雲かね煙かわかりませんもうムク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 早い早いどん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 広がって北へ北へとね進んでいくいやー気持ちが悪いね恐ろしいねなんだろうか早く家の中入りたいと思ったけど足が立たないあ 足が立たないどううしようか家に入りたたいよ家家を見ました家はもう斜めになってぺンシゃんこのようになって屋根も窓も全部吹き飛んでおりましたいやー近所はと思ってこっちの方の近所を見ると皆同じような形になっておりましたいやーなんでこんなことになったんかしらあ 爆弾弾落落ととさされれたたんんだ、焼夷弾落とされたんだ、でも火が出ていないあっ焼夷弾が落ちるとシュシュッという音がしてしばらくするとバッと火が出る火が出たら水をかけといて逃げなさいよそのようなまあ、注意事項もありました、まあ、初めてですからねわからないわけですね注意事項を出すにも、ね、もうね爆弾落ちる時点で 爆弾が弾けて、ててもう火の玉となって落ちてくる。だから落ちた時はもうね火の玉だから家が皆焼けるわけですけどもあれでも家の中に落ちてまだはじけないでくすんでいるかもわからないから耳を澄ましてよくねありかをどこにその焼夷弾が落ちてるかを確かめるんですよ。そのような注意事項もありました。 だから今なら日が出ていない焼夷弾がどっかにね落ちてるか分からない早く入りたいでも足が立たないと思ってねあら頭もおかしいおかしいなあと思って頭に手会った頭からずる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 血が流れるああ頭もやられて足も立たないあ,あどうしようかしらと思いながらでもや ととのの思いでで家の中に入ることができましたもう家の中はガタガタ何が何だかさっぱりと分かりませんでも早く焼夷弾見つけなければ火が出たら家が焼けてしまうんだ斜めになっても焼けてはいけないんだ耳を澄ましたどこにも音がしないシュシュという音もしないあこれは焼夷弾ではない何か他の爆弾に違いない もう一回外に出てみよう外に出ました近所のおばちゃんたちもみんな出てきましたいやーおばちゃんの背中には三角形の大きなガラスがビャーン立ち込んでちみどろになって出てきたおばちゃんそして長い30センチ丸ような錆びついたような釘のようなものが横腹にビャーン突き刺さってちみどろになって出てきたおばちゃん お,父おじいちゃんもおばあちゃんも子どもも家の中にいた人たちはみんな血だらけになって出てきました。いやーおばちゃんたちは大変よ。早く処置しなければ命に関わるよ。ちょうど3日前の夜、近所の人がみんな集まって相談をしました。もしか爆弾が落ちても薬もない、食べ物もない、包帯もない、何にもない。 どうしたら命が助かるかという相談をしましたでも誰からも答えが出ません答えが出るわけないね助かるものは何にもない一人の人がはいと手をげました一つだけ助かる道がありますそれは死血止め血を止めることです血を止めさえすれば生きられるんだああそうだそうだ死血止めだ と言ってももも三角形も何にもない。では浴衣のある人は早く持ってきて三角筋を作ろうもう早急に大中小と三角筋を作りました1人が3枚ずつ分け合っていつも首から袋をねかけていた袋の中には大事なものといえばろうそくとマッチだけその中に三角筋を入れましたなぜ ロウソクとマッチが必要かといえば、いざというときには、私は恋の上町に住んでおりましたのでね、山がこっちかい。でね、ずっと横穴掘ってた。いざというときにはそこに入るように。真昼でもね、横穴ですから、中が真っ暗。誰が逃げてきているか、まだ家に残っているかわからない。だから、ロウソクとマッチが必要だった。あ、どこの。 おじいちゃんがまだ来ていない、どこのお母ちゃんが来ていない、早く助けに行かなければ、みんなで協力をし合って、そして何の情報も入らない、ラジオもない、だから耳だけが情報を感じる、たった一つのね、もう、どういうんですかねど、飛行機がどっちに行ったか、東に行ったか、西に行ったか。 耳で聞き分けるしかなかなったああ西の方に行ったからもう大丈夫だみんな僕語から出てもいいよそういう状況でしたそして何が何だかさっぱりと分かりません何でなどうなったのかしらと思っているうちに1人2人3人 ずくずくになって火けをした人が上がってきましたそして家の入り口でパタッと倒れてもう口も聞けないもう何人名前も何人もまあとにかくね胸にあの布で墨で書いて住所名前をみんな貼り付けていたでもみんな着てるものは剥がれてもう人間の皮もズルズルに焼けただれた人たちが ゾロ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 と上がってくるようになりましたまあ一体どういうことになったんかね私が外に出て様子を見てくるからみんなお水を飲んでね元気を出すんよ外に出てみましたずっと坂道になっているので下の方を見ているとなんかね四角いものが真っ黒いものがもうゾロ,ゾロ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 と上がってくる なんで四角いものが上がってくるんだろうかあっ近づいた人間なんだみんな真っ黒焦げになって頭の髪の毛ビャッとみんな逆立ちになってもう顔は誰が誰だか全然わかりませんそうして焼けただれた皮膚がズル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 ともう焼けただれて指の先にブラーンブランとねぶら下がった。 みんなこんな形になった。助けて、暑いよ、お母ちゃん、お兄ちゃん、お水、暑いよ、お水ちょうだい、お姉ちゃん、どこにおるん、暑いよ、助けてー。いやー、ひどいことになったよ、みんなこっちにおいでおいで。一軒だけ、不思議にね、右側に一軒だけね、どこの家も全部ね、ぺっしゃんこになったのに。 1一軒だけちゃんと建った家がある、屋根もついてる、もう今もね、そのまんまあるんですね、先日もその家を見に行ってみようと言ってね、まあ、2、3 4人で見に行きましたけどもね、ちゃんと建ってるんですね、そして屋根もついてるから、みんなおいでおいで、こっち屋根の下においでと言ったけど、みんなそこまで来れない。もう道路の真ん中にパパパタタタンンン 何十人も倒れていきました私はもう何にも考えることができないもうパタパターっとかけていってズルズルのやけどの人たちの肩を叩きましたしっかりするんよ元気出すんよ死ぬんじゃないよどこの町から逃げてきた名前は名前名前は誰一人名前も言えない。もう本当にね のズクズクの顔の形もない誰が誰やら分からないようなねもう耳も片方が焼けてないもう鼻も半分ね焼け焦げてないもう本当にねそれこそねもう説明ができないほどのねやけどなんですねでみんな町から逃げてきた人たちばっかりだから町の中はどんなになってるのか。 私が町を山に上がって見てくるからねみんなお水を飲んで死ぬんじゃないよせ幸いね水道のお水がねなぜか出おりましたお水をしっかり飲むんよお水を飲んだら助かるからねそして内い包、ね、包帯をもうみんなで集めて集めて包帯を巻いてあげたり水を飲ませてあげたりでも水もねもう口の中にね口が開かない。 で口を無理やりに開けて口の中にお水を入れてあげた「ごくっと飲むよ」「飲んだら元気が出て生きられるからね」ご「ごくっと飲んでごらん」と言ってもそのごくっと飲む力さえも失せてもないお水も飲めない状態で次から次に生きえていく「ああ名前だけは聞きたいね名前だけは」と思ったけども。 それもでできませんでしたそしているうちにあたりがさーっとね暗くなってきた。あらおかしいね暗くなってきたよまだ朝よねうんまだ朝よ私たちはね今朝草を食べてもう、ね、山が近いからねもう食べられる草野草がねたくさんありました。私は朝早く起きててを持って 山に上がってその食べられそうな草まあ、野草ですね、まあ、例えばあの、まあ、自然のニラとかそしてタンポポの葉っぱとかそんな食べられるものがねその当時はたくさんありましたそんなものをいっぱいカゴに入れて持って帰っては近所のおばちゃんたちと分け合って食べて命をつなぎましたそして 皆さんには食べさせてあげようにもねもう口が開かないもう水も飲めないもうどうして助けてあげようかみんなが試作模索しましたけども助けてあげられる道が見つかりませんでしたもうすでに次々と命が絶えていくばっかりねそしてあたりが暗くなったおかしいねまだ朝なのになんで暗くなってきた太陽が沈む。 そんなななことはないよ。でも真っ暗くなってきたじゃないおかしいねと言ったら真っ黒い雨がじゃん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 私たちが住んでいるところが一番たくさん降りましたそしてさっき私が倒れた時に見たあの得体の知れない雲の中がね放射能が いっぱいに詰まった放射能の雲だったんですねそれが真っ黒い雨となって落ちてきましたでもその当時そんなことは誰にもわからないなんで暗くなってきたおかしいね気持ちが悪いねそうしてたくさんの人の命が与えていきました私はもう我慢できない山に上がって見てくるからねみんな死ぬんじゃないよ水飲むよ 山に上がりました。うわ広島市内丸焼け一軒の家も残っていない私はね足が震ったいやーひどいことになったこれは焼夷弾ではない何か大きな爆弾を落とされたに違いないどんな爆弾を落としたんかしらんいやーでもよく見ておこう西の方からずっとゆっくりゆっくりと見てみましたけども。 もう全部焼け野原になってずっと東の方を見ると相生橋ですねだけが残っておりましたあっ相生橋が残ってるわよかった一つでも橋が残っておればこっちに行ったりあっちに行ったりすることができるそしてずっと東の方を見ましたその東の方には大きな陸軍病院がありました も影も形も形ない「いいやー陸軍病院も丸焼けになってもう何にもないわいやーお母さん生きとってよ死んだらだめよ明日らさ私が助けに行くからね」。母は看護婦をしておりましたけども看護婦の免状を持ってる人のところには招集令状兵隊さんと同じようにね赤紙が来ました。 その赤紙には何月何日何時何分どこどこに集合せよと書いてありました母はまだ私が幼かったので私は行きませんというわけにいかないもう国からの命令ですから母はもうすでに陸軍病院に入っておりましたそして戦地から足がもげたり手がもげたり けがをした兵隊さんが毎日毎日と帰還してくるそういう兵隊さんたちの看護をしておりました「いやー病院も丸焼けになったお母さん死ぬんじゃないよ明日の朝私が助けに行くからね絶対死んんじゃないよ」「7日の朝早く夜が明けるのを待って防空づ巾びしゃびしゃに濡らしてかぶりまだ火の中に行くわけですからね水筒かけ 靴もねボロボロしかないのね今頃皆さんの靴を見たらみんないい靴履いてるね当時はゴム製品は全部兵器に使われて国民が履く靴なんかないねたまに配給があって靴が変えたでももう粗末な靴で薄い切れが貼ってあるだけ裏返したらかがとも何にもないね ペッシャンもう1ヶ月も履いたらもう5つも6つも穴が開くような雨が降ったら裸足で学校に行きましたそのようなボロ靴でも火の中に行くんだから裸足では行かれないその靴を履いて鯉の山の上からどん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 と出て行きましたで川がありましたあもうちょっと行ったら橋がある橋まで行きました よく見ると橋の真ん中がまーるくぺしゃーんとね焼け落ちて渡れませんいやー橋が渡れないこの橋を渡れば広島市内にねちあの近い、まあ、そこも市内ですけどもなお一層中心地に近いんだからこの橋をどうしても渡りたいんだけど渡れないよし泳ごう私はね泳ぎは得意水泳部 と言っても、ね、プールも何にもない学校の裏が川だったの、ね、その川をせき立ててはね泳いでおりましただから泳ぎは得意、ね、よし泳ごうでもそのボロ靴が大切な火の中をまだ歩かなければいけない靴が流れないようにこう胸の中に靴を入れましたそして泳いだ一生懸命一生懸命泳いで真ん中辺まで行くと 髪の方から、ぷかり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 、1人、2人、3人、4人、すでに息絶えた人たちが流れてきました。あお母さんかまからない。早くそばに寄ってみよう。陸軍病院が向こうの方だから、お母さん、川に飛び込んで、死んで流れてきたんかまからない。いや、お母さんじゃない。4人とも髪が長い、ゆらゆら揺れている。お母さんは陸軍病院の看護部長。 髪も短く切って、キリッとね、帽子かぶっていた、お母さんじゃない、ああ、じゃあこの橋をどうして渡ろうか、よし、よし登ろう。ね、当時の17歳の女の子といえばね、すごくたくましい、もう男の子以上ぐらいにね、もう木登りもできる、はしごも上がれる、屋根にも上がれる、何でもできる、ね、そうしないと守れなかった。 だから私は橋をよじ上がったやっと渡りましたそして働いていた工場に行きました誰か生き残って助けを求める人がいるかわからないぐるっと工場の周りを回ってみました誰も人間が一人もおりませんあみんないい具合に逃げたんだと思ってふっと足元を見ると工場ですから 機械油がポロ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 臭い臭いね真っ黒い煙が出てねもう喉が痛い痛いあここにいたら死んでしまう息が、ね、できなくなってしまうみんな逃げたんだ私も早く逃げよう,もうとっとっとっとかけておい橋まで出ましたふっと川の中を見たいいやちょうど満潮時でしたけども川の水が全然見えません なぜ川の水が見えない満潮なのにもうね川の中には死体がいっぱいずらーっと並んでその時の絵をね描いてみましたおじいちゃんもおばあちゃんも子どももお母さんもみんな ね「お水が飲みたいよ熱いよ熱いよ助けてお水が飲みたいよお水はない川に飛び込んで川の水を飲むしかなかった川の水をガブ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 飲んで息絶えていきましたそしてその夜はその水の中で浮かんだままだから体が2倍にも3倍にも膨れ上がって誰が誰だか全然と分かりません。 そしてドームも今は世界遺産となって何回も修復をしてきれいになっておりますが私が見たのはすぐ明るさですからちょっと鉄骨ばっかりになって斜めのようになっておりましたあーひどいことになったねお母さん息取ったら返事してよお母さん病院が近いから 川まで逃げてきたかも分からんお母さん誰一人返事する人も手あげる人もおりませんああ困ったなどうしたらいいんかしらどっかボートがないかしらいやボートがあってもだめだこれだけ大勢の人たちが並んだようになって浮かんでいたらボートは前に進まないではどうすればいいんだずっと向こう側の岸を見ましたすると3人生き残った人間がまだ 川に浮かんでいる人たちをどんどんと引き上げて並べているのが見えました。あ、ここに来て初めて生きた人間が3人いる。早く行ってみよう。あの辺りが陸軍病院なんだ。もしかしたら母のことがわかるかもわからない。もうとっ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 と行きました。3人はびっくりして、よお姉ちゃん、どこから来たん。まあ、やけど一つもしてないね。 服も着てるじじゃゃない、不思議じゃねえはい私はお母さんを探して恋のずっと山の上からここまで来ました。うん、お母さん陸軍病院の看護をしとったいうんか、うん、お母さんも生きておらんよ。今朝早くには400人ぐらいの人たちが生きとった。でもみんな次から次に口からも鼻からも耳からも血を吹いて次々と死んだ。 今はわずかの人間が生き残っているけどももう誰が誰だか全然わからない今息が切れるというような人たちばっかりなんだお姉ちゃん早く家に帰りなさいお姉ちゃん1人だけでも助からなければここらでうろうろしてたらデッキが来たら空から丸見えいっぺんやられるよ早く帰んなさいはいありがとうございました。 3人はその陸軍病院の衛生兵ね何かもうとにかく3みんな死んだのに3人だけはねなぜか生き残った何かしなければ申し訳ないと思って川に浮かんだ人たちを引き上げていたで私はまた元のところに帰ろうとしてあいおい橋まで出ましたそのあいおい橋まで出る間に 飛行機の音がししてきました。あ B29 がやってきたどっか隠れたいなどこも隠れるところはないちょっと向こうの方を見ると瓦がちょっとこう山のようになったところがあったああそこに行ってかがむ命が守れるかもわからないタタッとかけって行ってさっとそこにさがかがんだふっと下を見たあ若いお母さん赤ちゃんだいて死んでおりました ああかわいそうなね若いお母さん必死になって赤ちゃんを守ってここまで逃げてきたのにとうとうお母さん息絶えてしまったんだでも赤ちゃんはまだ息があるかわからないよし赤ちゃんを引っ張り出してみよう赤ちゃんを引っ張り出したよし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 叩いてみたけど何の反応もない目も動かないああ赤ちゃんももう何分か前には息絶えたんだ ああかわいそうなねその時 B29 が頭上にやってきました「よしこ,こんな戦争してひどい目に遭わして許さんぞ絶対許さん戦争したものはアメリカも悪い日本も悪いどっちも悪いんだよし私は赤ちゃんを抱きしめて赤ちゃんに誓った」。 ごめんねせっかく生まれてきたのにねかわいそうにねごめんねでもね私敵き取ってやるよ絶対敵き取るからね」と言って赤ちゃんをそろっとお母さんのもとに戻して家に帰,り帰る途中に愛いおい橋のすぐそばに私の親戚がありましたこのあたりだったかなと思っていると表札がポローンと落ちていた。 あやっぱりここだったんだ、ね、当時国民学校4年生の女の子と母親と2人が住んでいた家がこの辺りだがなと思っていたらやっぱりそこだったよし掘ってみよう2人とも埋まってるかも分からん、ね、そしてねずっと掘ってみましたあ2人は向かい合って座ったままきれいな白骨になっておりましたあやっぱりね あっという間の出来事もうねその熱戦で真っ白い白骨あーかわいそうなねでもそれが実際にその親子かどうか白骨ですから何の証拠もないねもうちょっと下を掘ってみよう子供の方を掘ってみましたすると私が小さくなって着れなくなった服をあげたその服の服ね端切れが出てきた。 あやっぱり親子だったんだ私が見つけてよかったんよ、ね、コツは私がいらってあげるからねハンカチを出して2人のコツを帰ろうとし、ま、あの包んで、ね、帰ろうとした時またも空襲警報のサイレンが鳴りましたけどももう帰るしかない今日は帰ろうと思ってどんどんと家に帰りましたすると連絡が入りました。 近くに恋の国民学校があって校庭にはたくさんの穴を掘ったので亡くなった人たちを運んでくださいどこの家の中にもねもう真っ黒けになって誰が誰やらわからない人たちがねもうぎっしりともう亡くなっ,て亡くなったままですねその人たちをどんどんと学校の校庭に運びましたなんとその夜は 2000人とも言われた人のこの綺麗な恋の学校の校庭が焼き場とかしてしまいました。よし、許さん。絶対許さんぞ。学校の校庭を焼き場にするなんて。よし、アメリカに行ってやる。絶対行くぞ。私の決意はだんだんと固まりました。そして、またお母さんを探さなければいけない。でももうその夜 私はフラフラになってもう頭がズキズキもうね本当にね「ああもうお母さん息取とってよ明日はいたつけに行かれないかまからないよ頭に手やったずるっと頭の髪の毛がどうもしないのに、ね、手のひらいっぱい抜けてきたああおかしいなあ」と思ってふっとね肩の方を見たそしたら卵くらいの。 薄い紫色の斑点が4つも5つもできていた「うわー気持ち悪いな私はなんか病気になって死ぬんかもわからん気分も悪いお母さんごめんね明日を探しに行かれんかもわからんよでも生きとってよ絶対見つけるからね」と言った時さつまいもを作っていたおじいちゃんがやってきました「ちいちゃんよい。 毎日毎日お母さん探してまだ見つからんかうんまだ見つからんのよ。明日も行くんかうんおじいちゃん歯ひかれそうなんよ。これこういうのに頭の髪の毛のどうもせえのに抜けてきてからもう気分が悪うてね動いたらもう吐きそうになるんうんほうか。でもお母さんは探しに来てくれるの待っとるかも分からんぞ。元気を出して行くんじゃ。 明日はのおじいちゃんがついてってやるから朝早くおじいさんと2人が出かけましたどことどこ行ってないんかうん病院が東だから広島の半分から東は全部行かんとこはないだけ行ったでもお母さんは見つからんかったよしほじゃあ今日は西の方に行こう西の方に行きましたずっと船今船入り病院がありますね その頃から船入病院がありました船入病院のところまで行くと知らないおじさんが立っておりました。あんたたちは誰か探しに行くのならちょっと向こうに行ったらえばというね国民学校があるその学校の教室にはいっぱいの死人と今死ぬるという人がいるから早く行ってごらんと言ってね説明してくれた。その間、ね、私はね なんとなくね足元の方をね掘ってみたするとね母がいつも宝物のようにして持っていたカンカン、まあ、お弁当箱ぐらいのカンカンがねポロンと出てきた「あおじいさんこれお母さんのものよ」「なんでそんなことはないじゃろうお母さんの病院はずっと東の果てじゃここは西の果てじゃ何でお母さんのものがここから出てくるんじゃ」 と言ったときにね、はっと思い出した。病院の一番偉い人の奥さんという人がチブスという伝染病にかかって陸軍病院に入院していた。でも伝染病だからそこに置くことはできない。その当時、内陸病院だけが伝染病を収容する病院だった。だからその奥さんをこちらの 病院に移動させなければいけないけども一番偉い人の奥さんだからもうね何でもできる看護婦をつけなければいけない私がひょっとしたら選ばれてついていくようになるかもわからんのよ」とお母さんが何日か前にねひょっと言ったことがねはっと頭に浮かんだ「おじいさんそういえばお母さんがこうこう言うとったよよし」。 お,じゃお母さんは生きとるこの辺りに生きとるぞそのカンカンを拾ってみようカンカンを拾って開けてみたそしたらやっぱりいつも母が持っていたお裁縫道具やらが入っておりましたがそのカンカンは天皇陛下からいただいた本当にね誰にも持っていないもので訓参等をいただいた時にその お菓子もいただいたただ、ね、もったいなくてね食べられない神棚に祀って毎日拝んでいた戦争が勝ちますように勝ちますようにでも何にも何日も何日も食べるものがなかったのであもういただきましょうと言っていただいたねそのカンカンだったおじいさんは「お母さん生きとるぞ早よカンカン持って行こうエヴァの学校に行ってみよう」 エヴァの学校に行って教室を全部調べました。でも一人も返事をする者がいない。母の名前を呼んでも一人も返事する人もいない。みんな死んでる。みんな死にかかっている。ね。私が立っていたところのすぐそばの机でこちらにね。 誰かが、ね、頭と顔の方だけ包帯巻いてくれていたねこれはねまだきれいにね広島大学の,あの美術を学ぶ生徒さんがあの油絵で描いてくださったんですね私の話の中からだからねきれいに描いてくださっとるこんなきれいなんじゃないもうブクブククに火傷して 灰が真っ黒けにたかってガラスの破片がもう100本ぐらい立ち込んでいたんですねやっとその母が見つかりましたおじいさんの声が聞こえたんでしょうかわずかな声で私の名前を呼びましたあおじいさんここの人ね私の名前呼んだよお母さんかねよーし名前呼んだらお母さんに決まっとるじゃろはいう包帯取ってみよう でもね包帯がなかなか取れないおじいさんはポケットからねトマト3つ出した私たちはもうトマトなんか見ようにもなかったでもおじいさんはもう農家だったのでねもしかあんたが食べ生きとったら食べさそう思って持ってきたんじゃはよ食べんかいありがとうおいしかったよ何日もね6日目でしたから何にも食べずにね生きていたん。 おい、ね、しかったよありがとう。ね、よし3つトマト食べた死なれんぞ生きとれよ明日の朝はたすあの車を引いて迎えに来るからと言って私はその夜は残ったそしてお母さんお母さんと言いながらもうガラスの破片を手で抜けるようなのは手で抜きましたけどもうピンセットでないとね取れないような小さい奥の方にね 入ったたたガラスもたくさんありましたねそしてあく暗さやっと家に連れて帰りましたでも連れて帰ってもどうにもならないねお米もないわ食べさすものはないわ薬はないわね死を待つばっかりしかないどうしたらいいじゃろうかそこに一人のおじさんが通りかかりました何でも広島駅の方のへさかというところの学校には ま「だ兵隊さんがいた。だから早くそこに連れて行きなさい。治療してくれるかもからんよ」「今度はリアカーに母を乗せて私がどんどん自転車の方をこぎました。焼け野原を行くんだからなかなか道なき道を行くんだからね」「もう2時間以上かかってやっとそのへさかの学校に行くことができました」 中から兵隊さんが駆けて出てきた「いやー困ったのー怪我人連れてきたんかいのさっきまで生きとった兵隊も看護婦も軍医もみんな口からも耳からも鼻からも血を吹いて死んだわずかの人間しか生きとらんのじゃ困ったことじゃのー薬も何にもないしあそうじゃ馬を見ていた獣医が一人助かってるから」と言って獣医さんが 母の目を見てくれました。「今からすぐ手術をします」と言われても来た時に「もう何にもない食べさすものもない薬もない」と言ったのに「ではどうしてどこで手術するん学校の教室なのに教室の真ん中を広くして一枚のござを敷きましたその上に母が寝かされて3人生き残った兵隊が 馬乗りにななって母を動けなくしましまた獣医さんはねパタパタと出てきて母の枕元に立ちました母は看護婦ですからその獣医を一,人一目見るとどのような手術をされるのか分かるだから私はこの手術は受けません絶対受けませんからやめてください獣医さんの右手にはたった1本の 1 2 3センチぐらいのメスが握られていましたではこのメスで右目がくり抜かれるんだ右目に光線が入って真っ赤に焼けただれて目玉はボローンと飛び出ておりましたいやーひどいことになったねその時獣医さんが説明をしましたこういう場合には,は右目と左目は 続いていてるんで中がだから右目の目をきれいにしてねっ立ち切って左の目と立ち切ってそして消毒をしておかなければ左の目も腐って見えなくなるすると両眼網になる、ね、お母さん今手術をしてもらわなかったらね広島市は全滅でね医者は一人もおらんのよだから今ね手術してもらわんと。 両方の目が見えなくなるよ、左の目だけは助けようよ、片方の目があったら見えるんだからね、元気を出すんよ、頑張るんよ。と言って手術が始まりました。私は廊下に出て祈りました。お母さんの手術が早くね、終わりますように、どうにか助けてください。一生懸命祈ることしかできませんでした。そして母の暴れる音 ギャーッというね叫び声もうそれはそれはねこの世の生き地獄を味わいましたよーしアメリカ行くぞ絶対行く行ってこの様をねこの悲惨な様をどのような爆弾かわからないけども私は行かなきゃ気が済まんそしてね戦争は負けました そして私はアメリカに行くことを願っておりました。なかなかチャンスが来ませんね。そうしているうちにやっとチャンスが来ました。第2回目の特別軍縮総会というのがアメリカ・ニューヨークで始まりました。各国の偉い人たちが集まってきました。その中で私が広島県代表として今皆さんにお話しした通りの 原爆体験をお話しさせていただきました。話し終わって偉い人たちが私の周りに集まってきました。あの爆弾は私が作りました。作る時はあのようなひどいことになるとは思わなかった。落としてみて初めてその威力が分かりました。ね、二度と再び原子爆弾を作ることはやめたい。 世界平和を願いたい、た、ね、広島の人たちには本当に申し訳ないことしました。私はその夜から眠れなくなった。だから世界を回って世界平和、核兵器廃絶を叫んで今朝アメリカに帰ってきましたという人にも会いました。そしてまたマッカーサーの命を受けて平和委員長として 広島に何回も何回も来た人がここ,のだこ,こでねあの講演をされましたそしてたくさんの人たちがね聞きに来ました私は一番前で聞きましたそしてその人は本当にね広島の人たちに申し訳ないことをしたこんな爆弾は二度と再び作ってはいけない、ね、戦争もしてはいけない、ね、みんなで。 世界平和を、ね、築いていこうじゃないかそんなお話をしてくださいました話が終わって出て行かれた私はあと追っかけました「もしもし私ですよ」あ「あ竹岡さん」日本語で言ってくれました生きていた。 ああよかった生きとった生きとった私を抱きしめて涙をポロポロ流して申し訳ないことをした生きていてくれてよかったと言って何回も広島に訪ねてきてくださって負けた国だから勝手にねこの公共物県庁市役所学校が建てられなかったアメリカの許可なくしてはだからその人が建築法 という法律を作ってくださってそれから県庁市役所学校がどんどんと立つようになってきました今日は皆さんね本当に皆さんの世界が今から広がっていきます、ね、大人になって家庭を持って、ね、もしか戦争が始まったらこのような目に遭わなければいけません 戦争は絶対にしてはならない世界平和を願ってね一生懸命勉強もしそしてね親孝行もし学校の先生は知恵がいっぱいあります困った時には一人で悩まないで何でも先生に打ち明けてみんなが仲良く楽しく平和を作ってください 私も一生懸命になって今日まで杖をつきながら頑張ってきて気がついたら91歳になっておりましたでも,でもまだ死なれないまだまだ話をしなければね世界平和のためならどんなにでもして私は頑張るんだその気持ちで今日も皆さんに会いに来ましたね 平和といいう花の種を植えさせてたただきましたどうかこの花の種を美しい花がいつまでもいつまでも枯れないように咲くように平和へ平和へと、ね、皆さんで力を合わせて国を守り世界を守りまた、ね、家庭を守りもう本当に生きていてよかったという人生を 送ってください今日はそのことを皆さんにお願いしたくてね本当に待ちに待っておりました本当にありがとうございました皆さん元気でね長生きをしてみんなで仲良くね、もう本当、うん、どういうんですか隣の人を尊敬し前の人を元気づけ そしてみんなで仲良く明るく楽しく前へ前へ向いて進んでいっ,い,きたい,あのいっていただきたいと思います。今からは皆さんの時代ですね。ですから今日は本当によく話をね聞いてくださってありがとうございました。以上で終わります。そして、ね、私、ね、2年 終戦から2年経ってねなかなかアメリカに行く日が来ないのであの結婚しましたそしてね男の子生まれた「あかわいいかわいいね戦場の後で赤ちゃんを抱きしめて誓った赤ちゃんにね絶対敵取ってやるからね」と言ったその敵が取れたアメリカに行って平和をね皆さんに訴えることができた。 そしてアメリカから帰って中国とロシアに行ってきましたそして赤ちゃんが生まれた、ね、かわいいかわいいね赤ちゃんでしたもうみんな近所の人たちも大勢の人たちの命が奪われたでも新しいね目目言ったらおかしいけどね新しいね命が生まれたよかったよかったみんなで喜びました でも生まれて18日目、クッククックおいしそうに飲んでいたおっぱいの口がピタッと止まってしまった。目もパッとつむったまんま、そのまんま息絶えていきました。私は赤ちゃんを抱いて病院に走りました。これが原爆症ですよ。私が放射能を吸った。 その放射能が赤ちゃんのもとに行って赤ちゃんは18日間しか生きられませんでした。でも私は赤ちゃんの命をもらったんだだから生きるぞ生きられるだけ生きて頑張るんだ、ね、そう思って今日は皆さんにお話しさせていただきました。